こんにちは。 J リーグの各クラブのコンオフの補強ポイント並びに獲得できたら面白いと思う選手を考えていく企画の第18回となります。本日は2020年の12月4日です。 J2 は38節が終了して、残りはいよいよ4節になりました。 J2 のリーグ戦は終盤戦に突入していますが、首位を走る徳島ヴォルティスはついに J1 昇格に王手をかけました。今回取り上げるのは J1 昇格が目前に迫っている徳島ヴォルティスです。第18回となります。第11回が愛媛 FC 編、第12回が京都サンガ編、第13回がレノファ山口編、第14回が横浜 F マリノス編、第15回がコンサドーレ札幌編、第16回が町田デルビア編、第17回が水戸ホーリーホック編、今回の第18回が徳島ヴォルティス編となります。今シーズンを簡単に振り返った後、スタッツから考える強みと弱みを取り上げてみました。その後、コンオフに移籍や流出が考えられる選手、コンオフの補強ポイントを挙げた後、獲得できたら面白いと思う選手を20名だけピックアップしたいと思います。それではスタートです。まず最初に38節を終えた時点での成績です。24勝6敗8分けで勝ち点は80に到達しました。38試合で66得点31失点という成績です。残り4試合で3位の長崎との差は10と大きく広がりました。次の39節の水戸戦で勝利した場合、もしくは3位の長崎が敗れた場合は、徳島の J1 昇格が決定します。今シーズンの徳島を簡単に振り返ってみると、再開初戦となる2節の四国ダービーは大逆転負けを喫しました。8節を終えた時点では4勝3敗1分けなので、そこまでいい成績ではありませんでしたが、17節から10試合負けなしと突っ走ることができました。また30節からは5連勝を達成して、30節以降はずっと首位をキープしています。今シーズンの徳島は劇的な試合が多くなっていますが、ターニングポイントになったのは次の4つの試合です。2節の愛媛 FC 戦はすでに触れた通り0対3から大逆転負けを喫しましたが、30節の群馬戦は0対2から後半に3ゴールを奪って逆転勝利を飾りました。36節の町田戦は試合当日の朝にロドリゲス監督の退任の噂が流れましたが、しっかりと町田に勝利しました。37節の金沢戦も3対0とリードしながら3対3に追いつかれてしまいましたが、柿田が決勝ゴールを奪って今度は4対3で勝利しました。2節の四国ダービーでの悪夢を振り払う劇的な勝利となりました。各種のスタッツを見ていくと、シュート数は5位、枠内シュート数は2位、パス数は7位、ドリブル数は1位、クロス数は15位、 30m ライン進入回数は8位、ペナルティエリア進入回数は4位となります。クロス数は J2 で平均以下ですが、それ以外の数字はいずれも J2 で上位クラスです。平均身長は 175.30cm で、これは J2 の中では下から3番目となります。平均年齢は 27.38 歳で、これは上から12番目です。 J2 で平均程度と言えます。過去4年間の平均年齢はこのようになりますが、ロドリゲス体制の1年目が最も低くなっています。注目されるのは監督人事です。就任4年目となるロドリゲス監督の勇退はほぼ確実です。 J1 の浦和の監督に就任する可能性が高まっています。徳島の公認監督の候補として名前が挙がったのは、元柏の吉田達磨監督と
元清水のクラモフスキー監督の2人です。監督人事がまず大きな注目点となりますが、継続路線なのか路線変更なのかが一つの注目点です。今のスタイルで結果を残してきたのは間違いないところですが、どこまで主力が残るのかで話は大きく変わってきます。主力の多くが残るのであれば当然今のサッカーを継続すべきですが、主力をたくさん引き抜かれるようだと路線変更するのも悪くないと言えます。コンオフ、退団や流出の可能性がある選手を挙げていくと、ボランチの岩尾、フォワードの柿田、アタッカーの渡井、サイドプレイヤーの岸本、ストライカーの川田などは退団や流出の可能性があります。浦和がどこまで徳島組を狙うのかはコンオフの J リーグの移籍市場の中でも大きな注目ポイントに挙げられます。 J1 昇格を果たせそうなのは徳島にとってはプラスですが、ロドリゲス監督に見出された選手はたくさんいます。浦和というと過去には広島を率いていたペトロビッチ監督を招聘したことがありましたが、ペトロビッチ体制の時は広島からたくさんの選手を獲得しています。当然マネーゲームになると徳島が勝つのは難しいと言えます。残り4試合で J1 昇格はほぼ確実と言えますが、激動のオフになる可能性は高いと言わざるを得ない状況です。ここからは徳島が獲得できたら面白いと思う選手を具体的に何人か挙げていきたいと思いますが、とにかく注目されるのは監督人事です。名前が挙がっている2人の監督は J リーグでの実績があまりないことを考えるとかなり不安です。やはり J リーグもしくはヨーロッパリーグで実績のある監督を招聘したいところです。主力の何人かが流出しそうな雰囲気なので、まずは主力の穴埋め作業が中心になると考えられます。最優先補強ポイントはセンターバックと考えられます。38試合で31失点というのは J2 で2番目に少ないので、守備陣はよく頑張っていますが、センターバックの位置で起用されている内田や福岡などはセンターバックの専門家とは言えない選手です。期待されたドゥシャンは12試合の出場にとどまっており、空中戦に強いセンターバックは絶対に必要です。ここからは具体的に名前を挙げたいと思いますが、まず1人目はサンフレッチェ広島の井林です。ヴェルディ時代に何度も徳島がオファーを出している徳島の恋人です。179センチながら空中戦の強さに定評があります。広島では出番に恵まれていません。2人目はサガン鳥栖の内田優斗です。2015年から2019年まで徳島で活躍しました。 J1 の鳥栖でも左サイドバックの主力として活躍していますが、鳥栖は財政難などでクラブを離れる可能性があります。3バックの左でもプレーできるのは大きな魅力です。3人目は横浜 F マリノスの実藤です。徳島県の徳島市出身で地元の選手になります。2020年の3月に福岡から横浜 F マリノスに移籍をしています。サイドバックとセンターバックの両方でプレーできますが、179センチなのでサイドバックとしては長身です。4人目はアビスパ福岡の遠野です。サクオフに JFL のホンダ FC から川崎フロンターレに完全移籍をしました。今シーズンは J2 の福岡でプレーしていますが、37試合で8ゴール3アシストを記録しています。福岡で結果を残していますが、層の厚いフロンターレに移る可能性は現時点では低いと考えられます。5人目はアルアインでプレーする塩谷です。徳島県の小松島出身で元日本代表のセンターバックです。中学年代は大塚 FC のジュニアユースに所属しています。当然今の年俸はめちゃくちゃ高いと思いますが、アルアインで十分にお金を稼いでいるので、あまりお金にはこだわらない可能性もあります。
その他で獲得できたら面白いと思う選手を簡単に挙げたいと思いますが、センターバックの選手では仙台の島尾真帝、神戸の菊池隆法、長崎の庄司などが候補に挙げられます。菊池は188センチの大型センターバックです。今度の3人もいずれもセンターバックの選手です。ガンパの新里、浦和の鈴木大輔、柏の山下はいずれも経験値を持ったセンターバックです。今度の3人はいずれも長身プレイヤーです。山鹿の鈴木優斗はオールラウンダーで、長崎のカイオセザールは193センチの大型ボランチです。千葉の熊谷アンドリューも181センチと長身です。今度の3人はいずれも J2 で活躍しているストライカーです。北九州の町野も185センチの長身で、山口の浮田も185センチの長身レフティーです。北九州のディサロは J2 で15ゴールとゴールを量産しています。最後の3人はいずれもサイドバックもしくはウィングバックの選手です。大宮の尾長、鳥取の魚里、仙台の柳などを獲得できると選手層は厚くなると言えます。以上のような20名をセレクトしました。コンオフの補強ポイントを改めてまとめてみると、空中戦に強い長身のセンターバック、サイズのあるボランチやサイドプレイヤー、固定しきれない左サイドバックや左ウィングバックの専門家を獲得したいところですが、やはり監督が決まらないとなかなか補強もスムーズには進みません。早く監督を決めたいところです。2021年は久しぶりの J1 挑戦になる可能性大です。目標となるのはクラブ初の J1 残留です。主力が何人か抜ける可能性は高いと思われますが、効果的な補強をして J1 残留を目指せる戦力にしたいところです。監督が交代する可能性が高まっている徳島が今オフどんな補強を行うのかは大きな注目点といえます。今回の動画は以上です。本動画では徳島ヴォルティスを取り上げましたが、その他の J2 のクラブの動画も随時アップする予定です。見逃し防止のためにもチャンネル登録をよろしくお願いします。最新の動画は毎日夕方の18時頃にアップしています。それ以降の時間帯にチェックしていただけると幸いです。以上、サッカーコラム J3 プラスチャンネルでした。最後までご視聴ありがとうございました。